では皆さん本日よろしくお願いします。乾杯。乾杯。あ、たまにもうちょっとみんなでどんどん知名度が強くするほど、はい、みんななんか、まあ、出てもいけんとのほうまでお願いします。本調子出てきましたね。こんなほうまでお願いします。やろう、無事だよ。あれ、女性来たな。声が出ちゃったよ。綺麗な女性みたいな。好きになってまうやろ。下の方にあの何県って書いてありますんで、まあ、そちらの方もね、気にかけて見ていただいて、あのどんどん積極的にあの交流の方をあのしていっていただけたらなと思ってます。で、まあ、うちのスタッフが今日あの5名、社長含め、僕含め5名いますので、では皆さん本日よろしくお願いします。乾杯。乾杯。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにあの撮影 NG の方いらっしゃいますか。顔写っちゃまずいっていう人。まずい。まずくない。だったら帰れお前。別に呼んでねえのに呼ばれる人もあれ。これね、これだろ。これうちの会社のロゴです。何の会社。 JMG ホールディングスと言います。なんか一個自慢しとったじゃん。なんかあの政治家さんの、はいはいはい、新聞載ってますよ。普通にこれな、産経新聞、ここに置いてあるって。このこれ本当だよ。これ合成じゃねえの。この犬のマークは全然違うだろ。それなんで犬マークはうちはペットショップもやってるとこだろ。コロナでいっぱい飼ってるじゃないですか、うん、コロナでたくさん飼った人間が結局もう飼われへんから、また仕事がこう忙しいなったらみんな働きに出るじゃないですか、うん、そんな犬今までやんならコロナでテレワークとかできるじゃないですか、うん、結局それができへんなんで、まあ、そういうところに預けるか、まあ、手放しとかまあ保健所に持っていたりとか、そういう差し所の前なんか、そういうのを預かっとる。そうですね、預かってそれをまあ売っとる。ただでもらってきて売っとるわけだ。ただでもまあまあまあちょっと横いるからね。飲んでますか。もう、はい、早いな。早いな。お待たせしました。いや、どうぞ。お待たせしました。どうぞどうぞ。あんまり最初からエンジンかけてもやばいですからね。愛媛県松山市の、はい、株式会社ネクストです。はい、34歳社長。34です。で、若い子はもう32、3。友達ですか。いや、まあ、友達ではないです。もともとは、もともと仕事のつながりそういうのが一番強いですよね。やっぱ僕がいいってなんで。いや、それはなさそうだな。あの結構規模でやってる人もしてもね。なんかもう普通のメインの足場、改修とか新築も住宅がメインですね。え、住宅の方が新築。新築と改修。特に営業とかなし。そうですね。知り合いの紹介みたいなんで、大体紹介ですね。別に酒の飲み付き合い結構広げとるとかもなく、長いですね。あ、3人は他はいないですか。もう3人だけ外注使って。あ、実習生は、まあ、全然、まあ、はい、実習生使えないじゃないですかって言われるんですけどね。やっぱいいですか。めちゃくちゃです。また特にうち実習生紹介できますので。あ、本当ですか。うちはまだ儲かりますんで。あ、女性来たな。お邪魔、すいません。声が出ちゃった今。綺麗な女性みたいな。女性みたいな。よろしくお願いします。小林です。よろしくお願いします。お願いします。奥様ですか。いや、違います。あ、じゃあいいっすよね。はい。あ、社員さんですか。そうですね。まあ、じゃあ全然いいですよね、僕。飛び工事と鍛冶屋と塗装も。はい。おお。じゃあ足場材持って。あ、そうです。これもやっとるんですか。立ち込みがメイン。あ、そうなんですか。で、今回簡単な工程、のり面してるんで。はい。ああいうのは結構値段いいんじゃないですか。そうですね。この女性は。僕 YouTube してるんですよ。はい。カメラマン。まあ、絶対手出しますよね。なんてチャンネルですか。会社の名前で。会社の名前で。え、ちょっと綺麗な女性が急にテンション上がってきたわ。とりあえず行きましょう。待ってな、僕の態度変わるって。それはあれ、手の止まりが俺テンション長い感じで。はい、合格です。一緒出てるんですか。いや、出てないです、まだ声と下から上げて、うちの女の子が下から合憲組チャンネルのカメラマンです。僕
YouTube 1000ぐらいまで偉いですけど、1000から一気にいきますよ。1000と1万って同じぐらいなんですよ。1000から1万と0から1000って同じぐらいなんですよ。みんなそこでやるじゃないですか。絶対やったほうがいいですよ。ぼちぼちやってます。インスタとかやってます。インスタもやってます。よりいいじゃないですか。インスタでフォロワーあれでかっこいいやつかっこいいやつ。僕何も知らないです。本ですか。ある一つで、ほな、二人でこれ予約したら行ってきてみたいな。知らなかったんです。いや、僕らそのチャンネルは知ってるんですよ。ただそのチャンネル見てるけど、いきなりなんかそのこれ申し込んだからっていうパソコンの画像だけ送りつけられて行ってきてみたいな。マジっすか。あんまり見かけても興味ないですか。あら、めっちゃ好き、めっちゃ好き。ご飯もなそれ多分何でも分かりますあれですか。なんで僕も社長が行けばいいって言う。ちょっと危ねがあるな。でも僕、リッキーさんで本当ですか。前、リッキーさんでトシ君帰ってきたかしてますね。トシ君はあれですよ、動画に帰ってきたやつ。はい。元々は YouTube で見てますね。あ、見てますね。僕より見てますね。マジで。はい、もういいです。で、見て、はい、社長さん、ぜひ来てください。次回お待ちします。次回やるとか来てください。めちゃめちゃいいですね。どうなんかなっていうのがあるんでね。今は使ってないんだよ。日本人じゃないです。使うんだったらベトナムが一番いい。ただただにも永遠日本にいるブラジル人はいるんですけど、ブラジルは気が強いですよね。だいぶもう自分で処刑取るし、それも考えてると、僕らの元請けが僕らは慣れてるでしょ。きれいに分かれてないですか。交流会やのに、はい、交流会やのにきれいに分かれてない。そうですね、とりあえず最初はまあ3択ぐらいに分かれて、うん、まあ徐々にお酒入ってきて、ちょっと慣れてきたらちょっと、うん、みんなわちゃわちゃと、はい、感じで、まあ、慣れる前ちょっと皆さんちょっと緊張してる。うん、うん、インスタとか。あ、やってますよ。はい、 YouTube やってます。YouTube はこれからです。あ、インスタでちょうどその緊張いじられるシリーズとかをパクってやってます。あの電話かけてるときに全部受け取るとか、そういろんなやつのその真似して。そうそうそう、オリジナリティないんで。いや、オリジナルで考えたら何も出ないです。TikTok とかやってます。TikTok はやってます。だから今 TikTok で、はい、なんか、あの、大した面白くなかった。お前、笑いすぎだぞ。いや、あんまりでもあれやんな。何が面白いんじゃない。いや、ほんとそうですよね。何が、まず、分かってもらいます。自分たちが面白いから歩いても、伸びないんですよ。そうです。ただ、言ったら、あの、若い子と、あの、ロケで、バラされたらしくて。バラされますよ。じゃあうちでもやってみようかって人が言い出して、でも僕らはやってみようかなと。まあ確かにね、全然言いたくもないし。全然いいですよ。いいかな、俺ちょっといいかなと思って。いつも言ってくるんで。僕らはそんな、だって僕ら仕事終わってから撮ったりしてるんですよ。本気でとかもうみんな嫌がってたんで。だけど、どんどん知名度が増えてくると、みんななんか出てる。逆に楽しく、その楽しくなる。もっと普通の奥さんとか全く知らない。全く知らない。その今とかあるじゃないですか。歩いてたらいけない奥さんから、いやねとか言って声かけられたりするみたいな。やらないですか、YouTube は。そういうのやらないですか、SNS は。やってみたいと思うんですけどね。インスタとかやってないですか。インスタやってますね。会社のインスタやってます。会社やってます。事務員が勝手です。これどうなんですか。どうですか。いや最近なのでほんまに。そういうのもこう見て、そういうのからやっていかなあかんなと思って、とりあえずインスタが一番早いです。はいはい。いくつなんですか。いくつなんですか。今年35です。うん。ちょっと頭が痛いです。逆にその35でいつまで現場出たいとか、もう現場出たいとか一回上げたんですよ、これね。もう上げなあかんわ、思うならサボる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 、これあかんわってなって、
まあ、とりあえずまあ本人も現場の方がいいっていう話は、まあ一応営業の子も別でおるんですけど、はいはい、まあ、その子は今とりあえず達者なんで、まあ、そっちに今投げてるんですけど、まあ、ちょっと今結構パンパンなんで、はいはい、ちょっと悩んでる感じですかね。本当にまあ、まあ、女性がおる中で言うのはあれですけど、面白い話があって、じゃあまあ女性ちょっと乗り立ってますちょっと女性話ちょっと乗り立ってます振られた。言ってくれよ、振られた。振られた。振られたんじゃないもん。何何？騙された。気持ち悪い。気持ち悪い。騙された。45歳騙されました。もともとでも僕が職員です。はい。あ、からです。誰も入れてくれんもん。どうしようかな、まず。昼寝しようかなと思ってました。ここはしっかり。あ、そう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 。なんかちょっとここのテーブル孤立してますね。なんかみんな結構検討はここまでお願いします。本調子出てきましたね。こんなここまでお願いします。分かんないですよ。全部全カット。案外来るかもしれないですよ。これでお願いします。うちノーカットなんで。モザイクここ首より下入れときますんで。首より下入れときますんで。前回の交流会でも業者さん同士でもう仕事の受け渡しもやってるんで、もう全然そういうの OK なんで、そのために開いてるんで。一応さっき出張の話をされたんですけど。あ、本当ですか。はい、人を足りてないから来てほしい。ああ、もうぜひぜひ。あ、こういうのもですね。ありがとうございます。いろんな仕事してはるんやね。いろんな。めっちゃすっすやん。めっちゃ照れてますやん。めっちゃ照れてますやん。写真のリンクとか一緒に。ありがとう。なんか怒り方もわからない。数字が伸びないと怒れないじゃないですか。でも足元が今日組んでこれる方が怒れるじゃないですか。なんでこんなもんで、あの前こんなにしか言うのがわかるんで。動画大丈夫ですか。動画大丈夫ですか。あ、大丈夫です。わかるじゃないですか。めっちゃ真剣に聞いてたんで。一生懸命聞いてました。あれですか、営業かなんかやられてるんですか。あ、現場も行きます。作業やるんですか。作業します。マジですか。はい、すごっ。もともと高いところが好きで、はい、社長に高いところが好きなんですって言って、はい、でその足場の方にしてもらったんです。偉くないですか。あ、しんどいです。しんどいですよね。今のその会社、高所の会社に入ってどれぐらいなんですか。4年ですか。え、それまで何やってたんですか。美容業。全然違うじゃないですか。何歳なんですか。28です。27です。ブランクだったね、7か3年。3年職人やって、3年営業して。営業というのも送られたのかな。ありそうだよ。まさか。ね、ですよね。ちゃんと生きた時からずっとちゃんとした名前なんですよ。番号で呼ばれたことない。番号ないですね。
得意な写真が得意だったらインスタにどうしたんですか。飲まないですか。いや飲みますよ。あれですか。あそんな強くないですか。あとあんまり全部俺の好きです。この本飲めるわ10万円。じゃあ多分一緒かもしれないです。僕も全然好きじゃない。結構あれですか、やっぱ見てもらってるんですか。僕はちょいちょい見てます。たまにあの広告とかで食べますっていうか、あれインスタの。そうですね。ああ、そうですね。実際問題と。ピンクのヘルメット被って、あの現場回ってたら、なんか見ようって言って、あーほんまっすか、うん、僕めちゃめちゃ厳しいですけど、アンチ4枚持ってこいとか言ったんで、絶対行きます。僕が、僕がやります。大型です。大型やろ。はい、B 型ですか。6個違います。6個僕の21です。21。違うね。面白いですね。癖がある人が多い。そうですね。全然まだ30前半ぐらい。下でなんかちょっと同級生ぐらいかなぐらい。今年5です。今62年前。はい、一緒です。一緒です。これでしょ。その若く見える。ほんまですか。ほんまですか。嘘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 。あ、そうっす。バランスがいい。バランス取れる。バランス取れる。だってもう自己中。いや、ここはちょっと違う気がする。来てくれ、来てくれ、来てくれ。何も分かるの。何も分かるの。あ、何が、あ、しましたか。あ、しました。わかるのか。はい。主任ってのは何ですか。俺も当てないんです。もう営業と、現場取りも、足場はい。足場足場なんか細くないですか。普通丸太みたいな腕します。丸太大丈夫ですか。大丈夫ですか。来てますよ。ああ来てますよみたいな。ああおっさん。どうだよ。だいぶ動きだよ。皆さんタバコ吸わないですか。すいません。僕は父もおっぱいもタバコの弁当吸います。全部僕もどちらかというと父もおっぱいも一緒です。おっぱいも一緒ですよ。飲んでますか。はい。飲んでます。こっち寄ってください。カメラ君。
彼氏いないから大丈夫か。なってまうやろ。え、もうちょっと色気が出すぎ、もうちょっと近寄ってもらっていいですか。おーい、やったー。これサムネっすよ。サムネっすよ。サムネっすよ。交流会サムネになりますよ。これサムネ、サムネ。うわいいな。いいな。いいな、お前。いいですか。お前いいな、お前。エビフライはエビフリアって言うんですか。言わないです。言わないです。じゃあ言わないです。めっちゃ聞きたいことそれっすか。カットで。全然カットです。もともと知れらないやろっていうのが人見知りなんですよ。人見知りなんですよ。人見知りなんですよ。絶対嘘。いやいや、一番心配してない。カゴ入ってたから。こういう交流会して、なんかつながりはやっぱできるんですか。そうですね。前回の交流会もつながりあるしね。あります。その仕事関係でも。僕ら関係ないところで仕事の話もしてます。じゃあローリングなんかは。そのためにほらローリングローリングで。ローリング。あ、たまにもうちょっとほんまに意味ないから、はい、はい、皆さん、会社名ちょっと聞いてもいいですか。合憲組の上田です。合憲組、足場足場求人はしてるんですか。求人はあんまりしてないですね。もういい、そんな、そうちょいよって言われて、まあ、こんな綺麗な方がおるから、まあまあそうですね。いいですね。僕面白くない。YouTube もやってる。そうです、YouTube もやってるんで。で、はい、冒険組で検索したら冒険組チャンネルです。仕事の問い合わせとかあれば、はい、OK、お願いします。ぜひよろしくお願いします。お願いします。これ一人ですね。一人、一人いましたね。はい、よろしくお願いします。和歌山、和歌山です。でも和歌山、まあここからだとちょっと近めなのか。大阪は足場さんで、はい、あ、糸じゃないさっきね、はい、足、あ、あ、でもあ、でもめっちゃ見たくてな。どうしようかな。どんな感じの仕事なんですか。戸建てからお頭に全部全般的に入る。で、会社行為が多い。はい、職人さんまで入れて、下請けまで入れて、どれぐらい入れて、20人ほどは。あ、結構動いとんだな。求人販売で YouTube 見て、面白かったら遊びに来て。はい、ぜひ。はい、こんにちは。こんにちは。よろしいですか。はい、大丈夫ですか。 CM がてら、どんな会社ですか。主に、まあ、室内の足場とか、はい、まあ、あとは重機、室内用の重機とかを、まあ、室内の重機あれだね、ほんとどっちかっていうと足場っていうよりは総合プロデュースみたいな、まあ、そう、組めないところに組むよみたいな。そうです。工事とか改造で、まあ、塗装とか、まあ、ありますし、まあ、照明器具とか、ね、一般住宅は、空調、エアコンが、まあ、今主な取引先であって、その階段の上にエアコンがついてて、まあ、吹き抜け2階ですとか、玄関入って吹き抜けで、はい、どこにもスライダーとかエアコンかけられなくて、はい、でそこに空調があるから、はい、修理するのに、はい、ローリング立ててほしい。10年ぐらいやりますよ。職人の募集とかもしますか。そうですね、もうぜひ人員がいるのであれば欲しいですね。てか、あの本当にね、一人辞めたとか来てほしいって。そうですね、例えばトラック持ちで、じゃあみんなでチョリース。後ろでもやってる人いた。今後ろでもやってる人一人行きますよ。あー、こちら、よろしくお願いします。お願いします。はい、何を、何を、はい、終わりです。はい、ありがとうございました。はい、終わりです。ありがとうございました。横からすみませんでした。あ、全然違う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 
出すのは来月のグループコンボ。あ、3月行きます。あ、僕あ、マジですか。本当ですか。1周回るんすか。僕は120だ。あ、じゃあちょっと一周回れんか。でも他の一周回りましょうか。他の3人はあ、3名様で来てくれる。4人で行く。どんな会社ですか。足場メイン。足場メインで一戸建てが基本的にやらせてメインで。職員どれぐらい来るんですか。職員は常に基本20人は。あ、結構集まるね。すごい。ぜひまた、はい、求人や、はい、仕事の問い合わせ、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。こちらこそ。せーの、かわれし。はい、ありがとうございました。はい、最後はお手間ちゃん大丈夫ですか。もう疲れたんで、もう好きなことしちゃってください。あ、コーチで。はい、じゃあどんな会社ですか、教えてください。インカンメイン。インカンメインですね。戸建て、マンション。戸建て、中低小マンション。高層もやってます。はい、あるです。まあ、いろいろ全般的に。大阪。大阪です。住みない。住みない。住みない。このメンバーで、濃いメンバーで、すごい癖が強い方たちで。従業員や今一人の人とかも全然 OK ですか。もちろん。ドラッグ持ちに行ったら全部手巻きでしてとかも一式でも全然。ちょっとあんまりね、この会社面白くないから。はい、どういうことやろ。めっちゃだよ。めっちゃだよ。会社の紹介こちら側に。全部何回目か。株式会社エースと。エース。はい。はい。アシアメインでやらせてもらってます。アシアメイン。アシアメインで。はい。でなんかもう営業パターンって感じですよね。僕営業も全部やってます。営業も。はい。現場もやるんですか。現場もやります。すごい。あるわ。あるか。あるあるある。あるか。どんな会社ですか。これでマンション全部やる。全部やってます。どのくらいぐらいあるの。10人ぐらい。はい。全般的に。すごい入りたがりですな。センター歩いて1分。超ご近所さん。ご近所なんですか。ご近所さんです。ああ、これはいい。これは出会いです。ライバル会社ですか、じゃあ。そうなんですかね。いや、今日から協力会社です。かっこいい。これはいいですね。この大きいマブダチになれたらなと。あ、これいいですね。はい。いや、本当にね、視聴者の皆さん、すごいいい人たちが集まったな。今日はすごい雰囲気でやらせてもらって。求人はしてるんですか。求人はします。ちなみに仕事はまだ全然ウェルカムなんですか。もうちょっと断らなかった。いや、欲しいぐらいです。あ、マジですか。はい。ちょっと営業が喋りすぎですけど。はい。ちょっといい気がしてます。はい、またぜひお願いします。はい、お願いします。せーの。何これ、おじさんのハートいらん。ここはまあちょっとあちょっとすごい。全員モザイクだよ。みんなダメだ。あれ、荒くれ物ばっかり。アウト、アウト。かわいいのか。だって3人でやったら、ジュエルが欲しいですよ。今ここから本当にね、後半の俺一番羨ましい。ほんますか。いや、本当にこれ、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 写真もいいんだよ。そうでしょ。こういう雰囲気やね。いいですね。うちにとら似てます。楽しそう。絶対飲める。じゃあ皆さん、ぜひ足場会社ね、ワンパクされる人多いですけど、いますね。まあいい会社でみんな真剣に生きてる人多いんで、ぜひ。じゃあ、こんにちは。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい。ちょっと買い取りでいいですか。今、足場材の買い取り。はい。で、まあこういうところから名刺交換して、はい、この辺に売りつくだろうかなと思います。はい。ぜひぜひ。ぜひぜひ。はい。足場買い取りと、はい、あと工具、はい、次第の買い取りまで全部やってますんで、はい、ぜひ声かけてください。お願いします。よろしくお願いします。はい。せーの。また来月。